はい。ゆったりぬです。よろしくお願いいたします。本日はですね、私が所有している仮想通貨についてちょっとお話をしてみたいと思います。前々からちょっとお話をさせていただいているんですが、最近ですね、仮想通貨の方に力を入れております。 まあ前は、えっ、ー、と、使い道がないとかいうわわ言ってたんですけど、まあ最近はですね、世界的に広がりが見えており、まあ日本では使えるところ少ないんですけど、海外だとビットコインが非常に使いやすくなっております。まあ自国の通貨が信用できないからビットコインに交換しているっていう国も多いようですから、これからも普及する可能性が非常に高いと思っておりますし、私も価格が上昇するとは考えております。 まあ、銀行を脅かす存在になるかもしれない。クレジットカードを脅かす存在になるかもしれないと言われております。仮想通貨でございます。まあ、私もかなり可能性があるんじゃないかとは思っておりますが、まあ、かといって、まあ、何が起こるかわからないわけでございます。まあ、政府側からしてみれば、仮想通貨は、まあ、敵みたいなもんですから、まあ、政府の関与がないっていうのを特徴としてるのが仮想通貨の基本的な考え方ですから、中央政権じゃないって話になってるわけですから、それ点からしてみれば、まあ、政府側からしてみれば、 別通貨ができる、別の国ができてるみたいなもんですから、その点についてはやはりいろいろと問題が生じておりますし、えー、下手すると潰される可能性もあるってわけですから、まあ、投資をする際は小額がいいんじゃないかなと私は考えております。さそんな仮想通貨なんですが、いろいろ種類がございます。私もですね、最近なんですけど、ちょっと徐々に仮想通貨の所有を増やしております。まあ、何を持ってるかっていうのをちょっとお話をさせていただきたいと思います。 一番有名なところがやはりビットコインですよね。まあこれはもう言わなくてもわかるような話でございます。非常に有名でございます。まあ他に、えっ、ー、と私、他のコインもちょっと所有してるわけでございます。まあ、やり方もいろいろありますんで、まあこれもまあ機会があればまたお話をさせていただこうと思いますが、ちょっとまあ、いろんな方法を所持、あの、やり方をして、まあコインを手に入れられます。まあ他には、ビットコインキャッシュ。 ドッグコインですね。ライトコイン、ダッシュ、イーサリアムを所有しております。まあ、これだけ見ると、1、2、3、4、5、6、6種類の通貨を所有しております。まあ、他には、えっ、ー、とですね、前、まあ、以前、シュしたエアコインズの方で、まあ、ゲームを行いながら、えっ、ー、と、 草コインって言われる、まだ上場、あ、まあ、上場して、していますけど、価値が数常に安いやつの方を所有しております。まあ、ゲームをしながら楽しんでるわけでございますが、まあ、そんな感じで仮想通貨、いろんな通貨を所有して楽しんでおります。まあ、正直言って高くなるとは思いませんし、私も所有しておりますが、まあ、投資割合から考えても少額でございますね、それほど。 影響が出るわけではございませんが、将来的に面白いことになるんではないかと思って期待を込めて、まあ、宝くじ感覚で所有しております。まあ、皆様も宝くじ買うよりはこっちの方が面白いと思いますので、ちょっと所有考えてみてはいかがでしょうか。本日はですね、ゆったりの私が所有している仮想通貨についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。